お疲れ様です。農林水産省職員の松澤です。私普段水産業界を盛り上げるためにいろんな動画出してるところなんですけども、本日もですねアニメネガポジアングラー第4話の感想の方を喋っていきたいと思います。本日もですね、平正さんはちょっと都合で来れないということで、私と専門官の小坂さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第4話はですね、常広くんが肩代わりしてもらった借金を返すためにエブリマートで働き始めるんですけども、このエブリマートが第2話で登場した通り、ただのコンビニではなくてルアーですとか釣り具をいっぱい置いてあるようなコンビニでして、通常のコンビニ業務でもいろいろと覚えることが多いのにですね、そこにさらに釣り具の勉強もしないといけないというところで、だいぶ本人も苦戦されている様子でした。その夜ですね、常広くんがネットでルアーの勉強をしておりますと、つつじもりくんが、部屋の合鍵を、渡してもらいます。この合鍵についているキーホルダーがですね、重りになっておりまして、そこから何号ですとかオンスとかそういったグラムの重さの話になっていきます。で、ここで何号とか何オンスが何グラムかっていう変換がシーンは変わりまして、花ちゃんについてもいろいろと明かされました。まず花ちゃんはですね、まさかの高校生でして、朝早くから釣りに行き、その後学校に行きまして、でまたバイトで、また朝早くから釣りというようなアグレッシブな生活を送っております。またですね、エブリマートの建物は花ちゃんのおばあちゃんのものでございまして、そこに住んでいるということと、両親は離婚しましてお母さんが再婚しているということが、明かされました。バイトのシーンも映されていたんですけども、花ちゃんはさすがですね、オンス5グラムの変換がバッチリできるような方でした。でただですね、釣り線の計算は、そこまで得意ではない様子でしたね。でここで常広くんに助けてもらうシーンがあるんですけども、そこで常広くんにですね、釣りは得意なのにお釣りは苦手なんだというふうにバカにされてしまいます。それを根に持ったかわかんないんですけども、その後にですね、常広くんにルアーを教えるというような名目で、かなちゃんと常広くんが釣りに行きました。でそこでですね、常広くんはルアーの特徴はつかめたものの、釣果はなく坊主だったんですけども、最後花ちゃんがですね、常広くんに教えていないストップ&ゴーという巻き方で、見事シーバスを釣り上げました。最後このシーバスを釣り上げた時にですね、最後花ちゃんがですね、釣り感情はできてもやっぱ魚は釣れないかというふうに言って、第4話が終了するというようなお話でした。というのがざっくりとしたあらすじと感想なんですけども、いろいろとお話ししたいことが目白押しというような感じですね。はいはい。第4話も釣り好き的、水産庁職員的解説をしていきたいなというふうに思うんですけども、まずは重りの話ですね。つつじもりくんが何号何オンスが何グラムかは覚えていないというような話があったんですけども、これ普通あんまり覚えてないですよね。そうですね、覚えてはないですね。まあもう今スマートフォンで検索すればパッと出てきちゃうんで、まあ釣り具屋さんに行ってから調べても全然どのぐらいの重さかって出てきますし、まあ僕は一応その1号が 3.75g ですかねっていうのだけ覚えてます。そこだけ、はい、もう私は何も覚えてないです。もういつもその場で調べちゃったりしてるんですけどまあでも辻森君もまあ大体でって言ってたからまあ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 それでもできちゃうっていうのはあると思いますね。もう花ちゃんさすがでしたね。まあ釣り人あるあるで言えば、あと花ちゃんのヘアピンがこう魚のヘアピンだったりして、やっぱそういうなんか細かいところもなんかこう魚釣りが好きみたいな、そういうところ出てましたね。というのがまず解説したいところ一つ目です。で、もう一つ目、これがすごく面白いなと個人的に思ったんですけども、花ちゃんが起きる時間が、これがですね朝3時に起きたり5時に起きたり、まばらだったんですけども、これはですねあえてそのような演出をしてるのかなと勝手に思っております。というのもですね、潮汐表を見て起きる時間を決めて、こう何時に釣りに行くとかそういったものを決めているのかなというふうに思うんですけども、だいたいあれですよね、まあ、満潮プラマイ2時間がやっぱりその潮の動きが大きい時がやっぱり釣れるっていう風によく言われますよね。大潮とかそういう時のやっぱ下げ潮みたいな、そういう時がやっぱりチャンスが多いんで、やっぱり時間を変えて地合いに合うようにわざわざ釣り場に行ってるっていうのが、まあこの花ちゃんがどれだけガチ魚釣り勢かっていうのが出てますよね。あるあるですよね。あるあるですね、はい、これに関連してなんですけども、学生時代の釣り好きのバイトあるある、バイトのシフトを提出するときに潮汐表見ながらバイトのシフトを提出しませんでした？あ、そこまではやってなかったんですか？やってる、そこまでまあやってたらもうガチで、最後ですね、花ちゃんがルアーの基本について語っていたんですけども、ルアーの基本は釣りたい魚がその日その時食べている餌に合わせつつ魚のいる水深に泳がせること
というふうにおっしゃっていたんですけども、まあ、これが一番の基本であり一番難しいことと言いますか、うん、理想ですよね、まあ、そうですね理想はそうですよね、はい、やっぱり魚釣るっていうことを考えた時に、うん、その魚が何を食べているかというのがやっぱり一番釣るために大事な情報と思うんですけど、実際現場に行ってみて、なかなかそれが何かというか難しいですよね、まあまあ、基本的に、まあ、一番の理想はこう目の前でベイトが泳いでたりしたら、まあ、そのベイトのサイズに合わせてルアーを変えたりとかするんですけども、やはりこう、なかなか落ちてないということが多いので、それ際にはこう小さいルアーから徐々に大きくしたりとか、まあ、よっても変わりますので、こう握ってる場合はちょっと目立つような金目の縦目の方がいいですとか、うん、まあ、変えた時はちょっと力のものを使う方がいいとかいろいろあるんですけども、それも基本的にトライアンドエラーでやっていくという感じですかね。まあそうですね。やっぱその状況によって、その潮の動き方とか違いますし、やっぱり光の入り方とかも違って、やっぱ3人やっぱり違うんですね。だから結構その同じ横でマイクロチェックでも全然違うんですよ。そこはやっぱり技術とそこを判断する力っていうのが求められるのかなと思いますね。で、第4話では珍しく釣り天才少年常広くんが、俺は調子悪かったですね。まあそうですね。で、その後花ちゃんが横で同じ仕掛けで一投投げただけで釣っちゃうんで、やっぱそこにいたはいたはずなんだけど、釣れなかったっていうのは、まあ、そうですね、たまにはそういう失敗もありますし、一般的に言えばこういうことの方が多いですよね。やっぱり基本こうですね。基本こうですね。というような以上の話をしました。重りの話、調節表の話、それからルアーの基本の釣り方についてのお話についてさせていただきました。まあ、他にもですね、あのストップアンドゴーの話ですとか、釣り人なら絶対に面白いなというシーンがいっぱいございます。そんな感じで、第4話の感想も終了いたします。第5話以降もまた引き続き喋っていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメント等をしてお待ちいただければなと思います。